三階予知禅図三階予知禅図は3サイズ上に掲載されている世界地図。これを模した後世の地図の題名も三階予知禅図となっていることが多い。三階予知禅図はマテオリッチらによる中国での家。マテオリッチはいくつかの地図に三階予知禅図との表題をつけている。1584年、マテオリッチははじめ喜びで三階予知禅図を作った。 1600年に50名の要請で改正版が出されている。東アジア部分その他、東、シナ海が、大民海、南西諸島の向こうの太平洋が、小東洋と記されており、北方では、ゴビ砂漠が、砂漠、その北が、北極海と記されている。南アジア部分、ジャワは、ジャワであり、木、ジャワ、小ジャワは、ジャワ島付近の島とみられる。このか。 ベンガル湾が、作りくず、老海、ペルシア湾が、小西広史と記されている。ヨーロッパ部分ヨーロッパは、オーラ友へと書かれている。黒海が、ふとし会と書かれているが、大西洋、地中海などは現代と同じ名がついている。南北アメリカは、南や、ボクリカ、北、ボクリカと書かれる。詳しい地名は少なく、童定もされていない。太平洋は、 南アメリカ沿岸で、嶺海、白露海、東南海、北アメリカ沿岸で、大東洋などと書かれている。アフリカ部分アフリカは、すべてが、リミアと書かれている。アトラス山脈付近に、天下この、山志向との説明がある。アフリカの周囲の海は、南極海や南極大陸が発見される前、南方には、テラウストラリスインコグニタという大陸があるという仮説があった。 フェルディナンド・マゼランが南米大陸とフエゴ島の間のマゼラン海峡を発見すると、フエゴ島は南方大陸の一部とみなされ、南方大陸はマゼランの名をとってメガラニカと呼ばれるようになった。メガラニカはこの地図では隅河原ロードロカと書かれている。この南方知人イタリ車掌ミシンそのものとの注釈がある。日韓でこの地図を模した地図が作られている。 1785年頃、長久保積水は、マテオリッチの地図を参考に、日本の島々などを加湿した、地球万国三海予知全図説を作っており、後世の人々はこれを複写、加湿しつつ幕末まで使った。1802年に、平重線よりらが、東土君盲水の中でこの地図を転載している。1844年には、電県が長久保積水の図を、 再刻している。これらの地図は、マテオリッチ系世界図と呼ばれることがある。これとは別に、芝公館らは18世紀末からマテオリッチ系世界図より、正確な蘭学系世界図を出版しているが、一般には、マテオリッチ系世界図も受けが良かった。ありがとうございます。